幻想郷の英雄。以前は敵同士であったレイムとゆかり、漫才頂上決戦ではどんな化学反応を見せるのか。エントリーナンバー1789番、結界少女。隠れレイムとゆかりです。結界少女です。よろしくお願いします。はいはい、漫才ですよ。漫才ですね。はい、初めてですけど頑張りましょう。はい、頑張りましょう。まあ今回あなたとコンビなんですけどね。はい。夜の一件の時は大活躍でしたね、私たち。そうですね、息も合ってましたしね、あの時は。不思議なもんで。そうなんですよ。まあ漫才も息が合ってないとできないじゃないですか。そうですね。だからあなたを誘ったんですけどね。ああ、ありがとうございます。でも私は思うんだけど、うん、息の合うコンビっていうのはさ、うんうん、お互いのこと何でも分かってて初めて真のコンビって言うんじゃないの、これ。ああ、あなた今いいこと言ったね。え、いいこと言ったあなた。はい、みんなこれ拍手。これ逆に恥ずかしいよ、そんなの。でもね、コンビっていうのは夫婦みたいなもんですからね。何でも分かってなきゃいけない。私はあなたのことは何でも分かってる。あ、そう？あなたのことで知らないことなんて何もない。おー、そりゃ嬉しいですね。名字と名前以外はね。そこ知っとけよ。何でも分かるよ。なんで？自己紹介で言ったよ、さっき。そうだっけ？言ったよ、私。いや、とにかく何でも知ってるよ、私。何知ってんの？プロフィールとか知ってるよ。じゃあ、プロフィール言ってみて。幻想郷の大結界を管理する神社の巫女で、うん、空を飛ぶ程度の能力を持っている、うん、職業は主に妖怪退治で、春になると冥界に花見に行く明るく活発で勘のいい鋭い女の子。正解。知らないことなんて何もないのよ。あー、すごい。へーって名前は？それわかんない。知っとけってそこ。それわかんないなぁ。あんた名前も知らないで私と戦ってたんだ。でも一つだけわかってることがあるよ。え？よく使うスペルカードがレイフの無双封印。そこなんで知ってんの？最近のお気に入りが魔法陣で、一番大好きなのが二重弾幕結界。そうそうそう。でもあなたがわからない。わかるでしょ。何あなた。あ、思い出した。思い出した？親友が霧雨マリサ。私は。なんで私だけ知らないのよ。なんて言うんですか？なんて言うんですかって。白霊レイムね。あー。名字が白霊で、名前がレイム。白霊レイム？そうそう。ふーん。シンプルだね。悪いの？なるほどね。名字が白霊で、名前がレイム。そう。ふーん。で、手前にレイフとか入るんですね。入んないよ。スペルカードじゃないよ、私。入んないか。じゃあ最後に、ヤマザナドゥがつく？エンマ様じゃん。つかないって。つかない。ジャッジメントしてないし。レイムは黒。なんであんたがするのよ。なんでジャッジしたのよ、今。こうじゃない？そんなんじゃない。普通に白霊レイムですよ。普通にね。なるほどね。ちょっと覚えさせて。覚えれるでしょ。白霊レイム、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 白霊レイム。ねえ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 、ここは？肘。引っかかんないか。引っかかるか。ほう。やり方違うでしょ。肘を指さされて白霊レイムって言うと思った？思った。ナイローゼなの、あなたは。知ってたこれ。知ってたじゃないって。せめて私に指を刺させてよ。とにかく何でも知ってるよ。何でも質問してみて。他何知ってんの？じゃあ、身長と体重。そんなの簡単。身長140センチ、体重35キロ。おー、正解。簡単。じゃあ、スリーサイズとかわかります？スリーサイズ？気持ち悪いけど知ってるよ。上から90、59、90。ナイスバディって違うよ。そこの油揚げ食ってる人じゃないんだからさ。バスト90、ウエスト59って。あ、違う違う。胸からじゃなくて。え？頭から。頭でか !90?頭？あ、違うよ。横幅じゃなくて。え？奥行きが。ハケモンじゃん。ハケモンじゃん。ハケモンじゃん。あんたが言うなよ。何よ、それ。違う？違うよ。キャサちゃんどう見ても。そっか。他。じゃあね、私が子供の時に憧れてた職業。そんなの簡単じゃん。いっつも新聞記者のあやちゃんを見ながら、私にいっつも言ってるんですよ、この子。そうだったっけ？じゃん、この前。じゃあ行ってみてよ。家事手伝い。行ってないよ。無職じゃん、それ。夢あった、夢あった。ああ、夢のあることね。家事領事。誰それ。ほら、新世紀エヴァンなんとかの。知らないよ、そんなの。あ、知らない？知らないよ。違うでしょ？私の子供の頃の夢は、カメラマンですよ。ああ、カメラマンね。そうそう。カメラレディ？カメラマンでいいよ。しかも、なんであやちゃんを見ながら家事領事になりたいって言うの？私が。カメラマンか。そうよ。ふーん。
シンプルだね。悪いの？悪いの？ねえ。あ、見て見て、あそこ。え、何？奥奥、あそこあそこ。何？何？シンプルだね。どこ見ていった？なんで2回行った今。でも知ってるよ。他。じゃあね、私が今ね、最近よく遊ぶ幻想郷の人。それも簡単じゃん。いつも言ってたじゃん。その話ばっかじゃん。そうだったっけ。じゃあ行ってみてよ。カジリョウジ。行ってないって。なんでカジリョウジをご利用し？ミスティアローレライ？そうじゃなくて。エミリアスカーレット？違う違う。あ、わかった！リグルナイトバグ！なぜカタカナだ！全部カタカナじゃん。違う？おかしいでしょ。違うよ。カタカナ好き？違う。カタカナ好きじゃないよ。そうなの？違う。私が最近よく遊ぶのは、うん、アリスって言ったでしょ？あー、なるほどね。で、それもカタカナじゃん！カタカナ好きか、やっぱ私。アリスと遊ぶって言ってましたよね。これまたシンプルだね。何それ、どういうことよ。なんで私をシンプルでまとめんのよ、さっきから。じゃあ次、私が今一番行きたい場所。行きたい場所、それわかんないね。ちょっと噛んでいくわ。噛んで？サンズの川。サンズの川違う。違う。あ、なるほど、そっか。人間が死ぬと必ず渡る川。説明じゃないよ。誰が説明しろって言った？違う。冥界じゃなくて、見界。見界ね。妖怪の山。山違う。月の都。そうじゃない。永遠邸。違う。魔法の森。違う。降臨堂。違う。無名の丘。違う。あ、わかった！うん。有名の丘。どこそれ？有名の丘ってどこそれ？本当おかしな話ですけど。違うよ。私が今一番行きたい場所は、太陽の畑ですよ。ああ、そっか。南国のフルーツとか野菜を食べたいって言ってたでしょ？そっか。太陽の畑か。そうよ。チャンプルだね。ゴーヤ。ゴーヤチャンプル？シンプルだねえでしょ、そこは。南国の野菜といえばね。何言ってんの？全然ダメじゃん。違うよ、全然。でもいいじゃないですか。今日の漫才であなたのこといっぱい覚えたんで、これからも仲のいい親友でいきましょう。あ、それは賛成。うん、これからも仲良く付き合ってね。って名前は？カジリョウジ。ぶっ飛ばすぞ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。